おもろい家族パート2。この時間はジャパンホーム&健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸、真心を伝える伝統の美、やめ人形会館の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には福岡の美味しいお取り寄せ食べんとの一品プレゼント、はい、今週は大名にあるイタリアンレストランリストランテファンファーレのトスカーナ風魚介の食べるスープカチューコプレゼント、はい、ミシュランガイドにも載っているお店の美味しいスープ、食べるスープがなんと自宅で手軽に温めるだけで食べられるっていうことなんでね、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください、はい、そしてついに今日から情報が解禁されました。そうなんです、12月9日シリーズ6冊目となる聞けるおもろい家族本 CD 付き出版いたします。はい、12月の9日金曜日、その翌々日12月の11日日曜日にサイン会をやります、はい、福岡県内の3店舗の本屋さんということですが、まだその本屋さんはどこになるのか決めていないっていうことですね。まあ3店舗って言ってもね、もちろん福岡市内もあれば北九州とか、まあ多分もう一軒は久留米になるんじゃないかなみたいな、そういう感じでちょっとね、ばらけてやろうかなというふうに思ってます、はい、でそのサイン会ですけれどもね、やっぱ本屋さんによって整理券配布するとかいろいろなんかあるみたいなんで、そこのところはね、また本屋さんが決まったりだとか、うん、本屋さんのルールが決まったりしたら、きちんとお伝えしたいなというふうに思います、はい、まずは日程12月の9日金曜日に出版し、うん、そして12月の11日サイン会を行います。もちろんのことながら白くてツルツルっとすすったらすごくすごく美味しい肉エビ天のなんとかっていうね、うどん的なものが食べられるお店でも買えるっていうこと、もううどんでいいですよお願いしますそのお店でも買えるっていうことなんで、どうぞよろしくお願い、西的なね西的なってね、人が言ってるのをね取るんじゃないよさあそれではね、おもろい家族、今日はねこの時間はね、まずほのぼのとした話からいきましょうか、はい、こちら、女性の方からいただきました。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。今年の夏休みの出来事です、はい、いつもは一人で行く化粧品屋さん、私その日は小学校3年生の娘が一緒に行くと言ったんで、2人で一緒に化粧品店に行きました。まず店員さんからお名前とお誕生日を教えてもらっていいですかというふうに言われたんで、普通に答えたら娘がなんでそんなこと聞かれると、そりゃそうですよね、はい、前買ったものを記録してもらっているからよ、へえ。そして購入予定のものを伝えた後に店員さんが最近気になることないですかと尋ねてきたんです。なので特にないですねと答えたら、娘が歯がグラグラしてて気になるあんたに聞いてないからまあ、そう、しょうがない、わからないんですよ。わからないですからね。ね、もうそれはそうなんですよ。かわいいな。そんなことここで言っても、そんな予想だにしない答えに優しい店員さんは笑いながら、それは気になるよね。娘にとっては本当に気になっていたことなんだろうけど、ここで言わなくてもと思いながら、我が家のお笑い番長さすがだなと思った夏休みの出来事でした。ね。まあね、だからその登録していたお客様情報みたいなのがね、すぐにまあ管理して出てくるっていうことがね、わからないっていうね、そうですよね、まあそういうことも一つ一つっていうことでしょう、はい。まあただこういろいろこう想像できることってあるじゃないですか、うん、まあね、例えばこうこの前ね、まあちょっと食事に行こうっていう話になって、それでね、予約しないと入れないかなっていう感じの人気のお店だったんですね、はい、なので予約してくれっていうふうに言って、うん、で電話かけて中島の予約でいいですかねって言われたんで、ああ中島の予約でいいよっていうふうに言って、うん、中島の予約、あ中島ですっていうことでね、で島はどういうふうな字ですかっていうふうに言われたんで、はいはい、まあね、
アイランドの島です、うん、みたいなことでね、伝えてもらったんですけれども、なんで聞かれたんでしょうねみたいな。いやそれはお店に入った時になんかこう心尽くしのね、中島様今日は予約ありがとうございますの中島様の時に山鳥になってて、あ俺の字と違うってことになったらなんじゃないのって。大体想像つくよ ね, ね, ね、大体想像つきますよね、まあ、確かに人気店 で, そうですよ、ね、やっぱ美味しくって、やっぱそういうね、美味しいだけじゃやっぱなかなか人気店になれないから、うんうん、心遣いとかもすごいんだろうと、はい、私はまあ初めて行く店でしたけれども、ね、多分そうなんじゃないかなと。そうですよね、だからお客様の名前はきちんと正確にっていう、やっぱりね。まあ当たり前じゃないですか。その字書くのに違ってたらこれはもう本当に、そりゃそうですよね、はい、達筆な字でね、中島様本日はありがとうございますみたいな。そうですか、わー、あのもう行く直前に電話したんだけど、もうそういうやっぱ ね, ね、あのさっとこうそういうことができるっていうお店、うん、今度インスタにあげますので楽しみにしてます。そうですか、めっちゃ美味しかった。さあそれからね、これも行きましょうか。田田さんですね。中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。この前13日大きい手術し受けました。幸い現在経過は良好です。手術の数日前、問診とか説明を受けていた時に最後に曲は何にしますかっていうふうに聞かれたんです。え、曲？この病院は患者さんに心を落ち着けてもらいたいので手術室の中で流す曲を決めてもらってるんです。後日聞きますねとのことで悩みました、うん、80年代の洋楽、中島みゆき、竹内まりやなどなど。これは悩むよね。悩みますね。これは悩むよね。80年代の洋楽、中島みゆき、竹内まりやなどなど。そうだ、自分が最も落ち着くのはラジオ、それも中島の声が聞きたい。これもすごい、これもすごいね。出産の時は聞きますけどね、分娩台でね、おもろい家族聞くみたいな。それもすごいけど、いやそれもすごいだろ。その出産の分娩台でおじさんの声。しかも大していい声じゃないからね。どっちかというとガサガサっとした声に関しては艶がなくて毒々しいというね。赤ちゃんが生まれて最初に聞いた声ってことになりますよね。もう厳しいですけれどもね。そうだ、自分が最も落ち着くのはラジオ、それも中地の声、中地の声が聞きたい。でもここは鹿児島だし、そもそもいいのか相談してみたところ、過去落語を流したこともあります、ネットから探すので大丈夫です、ではおもろい家族でとリクエスト。当日ドキドキしながら手術室に入ったらもう中地の声が聞こえてて、すごーい。ドクターや看護師さんたちの笑い声が聞こえてくる。台風が怖すぎる家族の話でした。私の気持ちも一気に落ち着いて和やかな雰囲気で手術がスタートしました、うん、翌日何の番組なのかなどなど質問攻め。鹿児島だから ね, そうですよね、鹿児島だから知らないからね、聞けないから。確実に手術室にいた人は中島のファンになりました。俺を言いたくて本当にありがとう。